どうもさん、ピングでございます。アンダーウッディサウルス、ウルルの身体測定動画、25ヶ月目、やっていきたいなと思います。ちょっとなんでそんなペロペロしてんの、ウルル。<laughs> ちょっと待って。よし。よし。じゃあ、早速入れていきますよ。おいで。よし。ほっ。どっせなぜ降りないって。なぜ降りない, <laughs> なりないスッと降りて。そして閉める。どうどう あら、ちょっと減りましたね。あ、そう結構食べてんのにね。20.0という形ですかね。ちょっと減りましたね。はい。まあ今もちょっと結構食べてんのにねって言っちゃいましたけど。はははは。まあまあまあ、順番に見ていきましょうかね。じゃあ、えー、ちょっといつもみたいにですね、撮影しやすいアングルまでいきます。ちょっと上の蓋閉めまして。ちょっとこっち行っててもらって。それで、これを乗せる。ほい わしは顔を下げると。<laughs> はい、ということでね、えー、こちらのいつものアングルですね。よし、ちょっと距離感保ちますかこれぐらいですかはい、ということでね、25ヶ月目のアンダーウッディサウルス、ウルルです。はい、これぐらいの方が全体のピントが合いやすいかないや、そうでもない。さすがにちょっと端っこは厳しい。端っこは厳しいもんがあるかな <laughs> ちょっと端っこは厳しそうですね。はい よいしょ、もうちょっと上げますかね。じゃあちょっと、この調整しながら、えー、順々に喋っていきましょうかね。おーおーおーえー、うるるなんでございますけれどもですね、まあ当たり前なことなんですが、この1ヶ月も特に大きい変化等はありませんでした。はい。えー、毎度のことながら、すごく元気にね、過ごしてくれています。まあ大変嬉しい悩みと言いますか <laughs>。身体測定動画をこうやってですね、撮るという面からいくと、まあ嬉しい悩みなのかなというふうには思っております。はい。 で、まあ、今回体重減ってましたけれども、餌食べてないんですかって言われるとですね、答えはどうです餌はよく食べてますよ。はい。えー、全然休時ペースも変わってなくて、2日に1回、えー、レッドローチのアダルト。えー、オスかメス、どちらか。という形で、ずっとコンスタントに上げてます。ま、あおかげさまで最近ちょっとですね、レッドローチを食べるようになったですね、種類がうちの家、我が家ちょっと増えまして、そうすると数が増えたんですよ。レッドローチを餌にするね。で、その影響もあってですね、レッドローチをなんと、アダルトとオスとメスがですね、 完全にいなくなりました。はい。もういなくなりました、マジで。今ね、え一、ー、匹がな、えー、メスがい、もうびっくりした。<laughs> 口ふわーいだけど。メスが一匹いるだけです。はい。完全にオスはいなくなってしまいましたね。 なのでねちょっと困ったなという感じです一応ですねこの動画を撮影している週末にですねまあアンペポっていうですねイベントがあってですねまあおそらくそこにエサ昆虫を売られるとこも来ると思いますんでそこでちょっと、えー、イベントでエサ昆虫買うのはちょっと初めてなんですけれどもレッドローチのちょっとエサアダルトをね購入しようかなと思っていますはいまあ、それから、ね、ちょっと外の血を入れないといけないぐらいまでちょっとレッドローチすごい速度でなくなってますんで いやー、この子だけだとね、まだマシだったんですけど、ちょっと他にもね、<laughs> 他にも人気ほどちょっとね、レッドローチをすごい速度で、速度っ,って言ってたけど、<laughs> 速度で消費する子がね、仲間入りしましたんで、ちょっとその影響もありまして、すごい減っております。まあ、そんなこともあってですね、コンスタントに食べさせてますね。で、今、えー、床材の動画、ちょっと前に上げたと思うんですけども、新しい床材を使い始めました。前に使ってたみたいな、本当にそのすごい砂。もう本当に細かい、細かい砂形状のもの。 にしてます、今も。なので、ちょっと体の周りにね、あの、白い、えー、細かい砂がちょっとついてるかと思うんですけれども、なんかこれあれだね、これつけてくせかしないけど、暗いよね。この方がいい。ああ、こう、こうだな。俺いつも蓋つけてなかった。<laughs> この方がいいですね。はい。この方が明るくなりましたね。はい。<laughs> 大変失礼いたしました。 で、ちょっと細かい砂がね、えー、ついてるかと思います。まあ、ほとんどついてないかな最初ちょっとついてたかもしれません。今もしかしたらケージのこの下の方にちょっと見えるかもしれないですけど、白い細かい砂ですね。この砂自体は結構面白いなと思って使ってますんで、もうなんか、すごい。多分ね、この口開いてるのはね、開けようとしてるっていうよりこう、前にこう、ぐっていってるせいで開いてるのかなって感じますね。あんまりちょっと見たことないですね。 どうしたどうした <laughs> ちょっと貴重なシーンかもしれませんけどね。結構レアな。今日なんかすごいこっちに来よう来ようとグイグイしてきますね。で、まあそういう砂を使ってますと。細かいやつをね。で、やっぱ細かい砂を使うと何が嫌かっていうと、餌をですね、こう砂の上、まあレッドロッチなんて走らせてるときに、そのレッドロッチを食べようとしたときにですね、結構まあ砂、 と一緒にガブッといったりとか、まあ外して砂ガブッと食ったりとかするんですよね。でまあ健康な個体だったらですね、多少誤飲しても問題はないとはいえ、やはりしないんであればしないでベストだなと思いましたんで、ちょっと最近ピンセットでの餌の上げ方っていうのをしっかり工夫して、なんていうんですかね、すかさないように、必ず飛びついてきたら餌に対して、えー、きちんとアタックできるような形っていうのを、えー、今頑張って努めてます。今んところうまいこと言ってますね。もうめちゃめちゃ簡単でピンセットでつまんで、目の前にこう、 しっかりと置いてやると。で、いつもはもう結構ポイって掘り入れてたんですけども、もう、飛びついてくるまで、あの、シェルターの入り口で粘ってます。<laughs> 最近は。最近は粘るようにしてます。もうだからピンセットでつまんで、それをシェルターの入り口にこう持ってって、そこでこう、来いと。ね。お前が来るまで俺は待つと。<laughs> そういう姿勢でいます。まあ、そうですね。えー ヒョウモントカゲモドキのオレバーとかコーンスネークのホロンっていう身体測定動画も他にもあげてますけどもその子たちを最初迎えた時っていうのはそんな感じの餌や,やりの仕方でですね本当に初期どころっていうのはそんな感じでした今はもうどこにいる時でも普通にパッと食べてくれますけれども初期の頃はそんな感じでしたでウルルもそのなんか最初の頃 そういった子たちの最初の頃に近いような給仕方法っていうのは今取ってます。まあだからといって、すごく粘る必要はないです。2日に1遍はアダルト1匹ぐらいで、あの、パッて出したらすぐサササって出てきてパクって食べてくれますんで、あんまりその、30分も粘りましたとか、そういったことはないですね。うん。割とスッと来て、スッと食べてくれてます。まあ、その影響もあって、最近はほぼ誤飲、この1ヶ月はほぼ誤飲量はゼロに近いのかなっていうぐらいに誤飲してないと思いますよ。 まあ、どっちかっていうとカルシウム剤が多くて、ちょっと一発では捕まってないところもありますけどね <laughs>。まあ、その砂がね、本当にただの砂なんでね、あの、脱臭効果があるとか、そういったことは何にも歌われてないやつなんで、ちょっとね、その、ウェットシェルターの湿気がカバーしきれてないなっていう風に感じてます、最近。だから、今までの床材、乾燥しやすいゼオライトとか、 えー、あと何使ってる、セラミックか。えー、そういった砂に比べるとですね、まあ、そのノリでこう、ウェットシェルターの水をきっちりきっちり補充するとですね、もうムレムレになっちゃうんですよ。なんか、吸収、吸収はするんかな吸収はするんですけど、その後こう、気化あんましないっていうんですかね、感じがありまして。 すごい、あの、ケージ全体が蒸れちゃうってとこあって、最近ちょっとウェットシェルターに入れる水はかなり減らしてます。その少なめ少なめで、いい感じに干上がるような感じっていうのを目指してますね。まあ、床材に合わせた、だからウェットシェルターの吸水量っていうんですかね。まあ、あんまりこう、床材をコロ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 変えない人からするとそんなことあるんやっていう程度だと思うんですけども、意外と床材ね、変えたりするとね、その床材によって、どれぐらいそのウェットシェルターから吸収するか。で、まあ、床材自体のそのね、どれぐらい乾きやすいかっていうのも影響してくるとこあったりします。 まあ、うるるみたいにね、ちっちゃい狭いケージで飼ってるんで、なおのことなんかなと思いますね。もっとこう、でっかいケージで飼ってるとか、空間がすごい、あの、広いケージで飼われてるタイプだったりすると、まあ、そんなに差は出ないのかなと思いますけれども。いかんせん、あの、クリスタルステージとかね、レプティケースってやっぱどうしてもちょっと高さ方向ね、ちっちゃいんですよね。まあ、別にそれで、この子たちを飼うのは特に問題ないんですけれども、一般的にその、ね、もともと、 スタンダードで売られてるようなガラスタイプのハチュリケージとかそういったに比べると高さ方がどうしても低いんで、まあ、空間の容積が少ないんでしょうな。それで余計に蒸れやすいのかなというふうに最近使ってて感じてます。まあその辺はだからちょっと買い主側がね、工夫してやるという形になるかなと思いますね。だいぶいつもぐらいになったね。さっきまでのあのなんかもう尋常ならざるぐらいちょっとつもうしにしても口開いちゃってるのは何やった <laughs> そういうなんか、びっくりするやん。急に変なことされるとね、こっちもびっくりしちゃいますからね。なんか普段見ーひん、か格好とか、ね、動きされるとね、おいおい大丈夫かよってなっちゃいますもんね。うん、まあこの、爬虫類とかでこうね、まあ心配やからすぐ病院行くっていうのも一つの選択肢なんですけど、なんかこう、ね、実は大したことなくて、ただ単にその見せてる表情の中の一つやったっていうので、落ち着いてみてれば大丈夫っていうね、パターンもあったりしますんで、こう、見極めが難しいですよね、うん。もう2年飼ってんのにさっきの口開いてるのなんて、まあ、 ケージの中にいるときはね、見たりしますけども、こうなんかすごいちょっとつもおしんでこう進んでるときにこう開いてるっていうシーンはあんまり見ないなという感じがしますね。今日なんかえらい、えらいす。グイグイ来るね。どうしたん <laughs> どうしたんやろね。あんまないですね。あんま珍しいなと思います。まあ確かにここに入れられたときはすごい動く活発すぎありますけども、異様にこっち側に来ますね。君はこっち側に何が見えているんだい <laughs> 何やみたいな。そんなに、あの、目がいい方ではないと思うんですけどね。確かに目はでかいんですけど、目はでかくて光をすごく、こう、吸収してそうではありますけどね。いや、あ、ちなみに今、色多分、すごい綺麗だと思うんですよ。ちょっと伝わりづらいかもしれませんけども、多分、背中とか含めて、の茶色が、全体的に、あの、焦げ茶っていうよりは赤茶っぽい感じに、多分今、見えるんじゃないかなと思います。実は、脱皮して結構すぐなんで、 あすごく発色は今綺麗だと思いますねまた脱皮が近くなってくるとこの赤茶が焦げ茶ぐらいになってきてまあ脱皮するっていうパターンですね分かりにっちゃ分かりにんかもしれませんねまあ今のところずっとこの2年間、えー、ほぼ1ヶ月に1回ぐらいのペースできっちりとコンサートに脱皮してますんで、まあ、やっぱちっちゃい種類はこれぐらいが多いのかもしれませんねはいじゃあ、えー、10分ぐらい経ちましたね、えー、今回もこれぐらいで終わらせていただこうと思います、まあ、特段こう何も変化がないんで <laughs> あれなんですけども、まあ、今回ずっとこっち向いてましたんで可愛い,いシーンはあったのかもしれませんねはいじゃあ見ていただいてありがとうございましたまあ、で終わったら来月の新体操っ動画あるいは別の動画にてお会いいたしましょうお疲れ様です